レンセリア軍はアメリカ合衆国ニューヨーク州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は15万9429人であり、2000年の15万2538人から4.5%増加した。軍庁所在地はトロイ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名は地域の土地の元々の所有者だった。 オランダ人、キリンン・バン・レンセリアの一家にちなんで名付けられた。レンセリア軍は、オール・バニ・スケネクタティトロイ大都市圏に属している。1829年のレンセラー軍ズ、レンセリア軍となった地域には、ヨーロッパ人が接触した時に、アルゴンキン語族である、モヒカン族インディアンが住んでいた。オランダ人宝石商人である、キリンン・バン・レンセリアが1630年に、 この地域を購入し、レンセリアウィックという街を作った。ここは当時オランダのニューネーデルラント植民地に属していた。土地の支配権は1664年にイングランドに移った。オランダは1673年に一旦取り戻したが、1674年にイングランドが再度支配した。アメリカ独立戦争が始まった1776年まで、 イングランドあるいはイギリスの支配下にあった。レンセリア軍が法的な生態として組織されたのは1791年になってからであり、もともとはオールバニ軍の一部だった。1807年、軍が再編成され、トロイの伝園部が町となり、トロイ氏が法人化された。ブランズウィックとグラフトンの町が作られた。三つ目のフィリップスタウンは1806年に作られたが、 1808年にナッソー港にちなみナッソーと改名された。ブランズウィックの農園デンセリア軍はニューヨーク州の東部にある。東側協会はニューヨーク州とバーモント州及びマサチューセッツ州との宗教である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は665平方マイルであり、このうち陸地654平方マイル。 水域は11平方マイルで、水域率は1.72%である。地形はハドソン川の近くで低く平坦であり、ポーステンキルはサンドレーク周辺のレンセリア大地に向かって盛り上がり、マサチューセッツ州宗教のタコニック山地となる。群内最高地点はバーリン町にあるバーリン山であり、標高は2818フィートである。最低地点は、 ハドソン側の海面である。ハドソン側の支流である、フーシック側が、軍北部を流れている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。レンセリア軍事務所、ビル、軍執行官の事務所などが入っているレンセリア、軍庁舎、トロイシコングレス通りと2番通りの角にある。レンセリア軍は1791年から、立法府として機能する。 監督管理事会が統治しており、その議長が事実上の軍長だった。1970年、レンセリア軍議会が作られた。1972年に軍執行官の役職が作られ、それまでの議長に変わった。その創設時から民主党は1994年まで議会を支配していたが、執行官職は得られなかった。 議会は16の町を6つの選挙区にして選出された19人の議員で構成されている。現有議席は共和党12人、民主党3人、共和党に同調する保守派3人、空席1人である。レンセリア軍区分図群内には16の教育学区がある。そのいくつかは軍内に完全に入っているが他軍にまたがるものもある。 バーモント州やマサチューセッツ州にまたがるものはない。下表は、軍内の教育学区であり、所属する共同教育サービス理事会と、他軍に入っている状況も示す。ありがとうございます。